神谷浩史、小野大輔のビアガールストーリーズ。こんばんは、神谷浩史です。モス小野大輔です。今回の DGS ですが、うん、七夕があったということで、毎年恒例の七夕を着てじゃなくて浴衣を着てお届けしております。過ぎちゃいまして、過ぎちゃってるから、もうさ、本当は先週やりゃよかったんですけど、先週じゃなくていいかみたいな、ちょっと1週間早いなみたいな。ちょっと、まあ、こっちの方が近いは近いですよね。近いんですけど過ぎちゃいました。過ぎちゃってやるのって、誕生日と一緒でちょっと気まずい時ありますよね。そう、おめでとうございましたっていう過ぎてるのに雰囲気出しちゃってる、ね、そう、まあ、そういうこともあるでしょうよね。まあそれは何年もやってりゃそういうこともありますよね。毎年恒例でちゃんとね、こうやって浴衣を着て、そうなんですよ、はい、まあラジオなんでね、浴衣なんて本来着なくていいんじゃないですかって話をさっきしたんですよ、着なくてよくないですかって言って、写真さえ撮らなきゃいいんでしょうと、今この写真を撮ってる高垣君をぶん殴ってね、カメラを取り上げて壊せばいいんだろうって話をしたんですけれども、そうだね、まあ、あのゴルフクラブもあることですし、あ、そうだな、先週からな、殴りやすいだろうっていう話なんですけれども、やめてよ外でカメラを回している藤田さんもね、あのカメラをね、もう片手で掴んで、外にぶん投げりゃね、それはもう浴衣着てますっつって、裸でもいいわけですよ本来は。そうね、ラジオだから、ね、そう、ラジオだ、ね、そもそもラジオのラは裸のラですから。あ、そもそ そもそもこのラジオというメディアは、そうだよ、裸でお送りするところから始まった。 AM はそうだよ、 AM はそれが起源なんだ。そうだよ、 AM は違うけどそんな FM はタキシードですよ間違った知識だと思いますけど、FM はタキシードですけど、AM はね、ラジオ裸で別にいいっていう、昔はそうだったって聞きますね。そう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 、あ、確かに法律で決まって決まってますから、随分と文化が違うもんですな、うん、まあでも今日はだから僕らね、もうそうなんラジオだけれどもちゃんと浴衣を着て、そうなんですよ、監視の目があるっていうことで来てますよ。今年の柄とか言った方がいいですか？そうだね、そうだ、伝わらないから、神谷さんのは、まあ、白ですね、なんか金網みたいなさ、白地ですね、なんていうんですか、これは模様がね、何柄っていうんですか、格子柄っていうんですか、格子柄っていうんですか、わかんないですけど、でもおしゃれだよね、おしゃれですよ、シックだし、はい、帯はですね、紫の帯を締めとるんですね。ああ、なんか神谷さんのね、テーマカラーかもしますけど、ブカブカですが、でもいいじゃない、いいじゃないですか、似合う、やっぱり。小野さんどうですか？僕はですね、はい、結構青と白のラインが入ってます、入ってますね、白い帯を締めてね、おしゃれだ、なんか今年おしゃれだ、ね、毎年おしゃれですけどね、はいはい、まあ、用意してくれるようになってからですね、僕らはもう気にせずなんとなく着せてもらってね、そう、もう何年も経ってるのに相変わらず着方を覚えないことがおなじみですよ、着せてもらってね、着せてもらった上に文句を言い特に相手の柄をちゃんと説明するまでもなく、詳しくは写真を見てくださいでおなじみですよ。いかんな、いかんですね、反省しないといけませんよ、来年は頑張りましょうね、はい、来年は頑張りましょう今年はこんな感じでお届けしております、はい、ということで、僕とあなたの物語、ディアガールストーリーズ第848話、今年は願い事苦戦しましたああ、そうね、そうなんですよ、なんかね、まあ後で話しましょう、これはね、話します後で。この番組はアニメのミックスの提供でお送りします。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして、神谷浩史です。モス小野大輔です。あのね、はいはい、小野くんがあまりにもゴルフゴルフっていうもんだからうるせえなと思ってるんですけれども、直接的だな、ね、すまんな、でも今ハマってんのよ。で大体そもそもね、リスナーのね、メインターゲットである女性はゴルフに興味ねえだろって話をしたじゃないですか、うん、確かに、で、うん、どうなんですか、女性のリスナーの皆さんはゴルフ興味あります？っていう話を、聞いたんですよ。気になるよね、どうやら番組中に僕らが、うん、そうだね、で、その回答が続々と送られてきております。ありがとうよ、読むかい、読んでください、なんで、はい、こちらですね、ラジオネーム居眠り姫さんからいただいております。神谷さん、小野さん、こんばんは。どうも。6月10日放送の第844話にて、お二人がゴルフのお話をされていたのを聞いて、嬉しくなってメールを送りました。私は職場の後輩に誘われたのがきっかけで、4年前くらいからゴルフを始めました、うん、最近は女性ファッション誌でもゴルフ特集のページがあったり、
ゴルフ関連の YouTube 動画もたくさんアップされていたり、年齢性別問わずかなり流行している印象です。一人でも複数人でも楽しめますし、とりあえず小野さんもおっしゃっていた7番アイアンが1本あればすぐに打ちっぱなしデビューできますというふうにいただいております、うん、ありがとうございます。居眠り姫さんね、まあそういう意見もあるでしょうよ、そりゃね。ほら、ちょっとブームなんですよ今。そういう意見を抽出すりゃそりゃそうでしょうよって話なんですけど、他にないのかい？いやこれ来てるやっぱ女性の間でも、はい、来てますよ。キカさん、神谷さんこんばんは。神谷さんが問われていた乙女はゴルフに興味あるのか問題にお答えしたくメールしました、ゴルフの話をするならプロゴルファー猿ごっこしてた方が楽しい程度にしか興味が持てませんとおお、なるほど、カウンター来ましたね。居眠り姫さんはもうゴルフ超興味あります、4年前からやっていて、まあ、一人でも複数人でも楽しめるし、最近ではファッション誌の方でも、そういうファッションの一部としてゴルフが取り上げられてますよ、流行ってる印象ですっていうのに対し、プロゴルファー猿ごっこした方が楽しいなぐらいにしか興味ないっすとほうほう、確かにそれは楽しい、なので小野さんはゴルフの話をする場合は猿丸にキャラを寄せるといいと思います、ね、なんでワイがそうせんとあかんのやそうです、ゴルフの話するときは必ず猿丸でやるってワイは猿やそうそうそう、プロゴルファーズデレデッテレデッテレデッテレデッツッテーテーつって、必ず猿丸くんのモノマネをしながらゴルフの話はしなきゃいけないっていう縛りをすれば、ゴルフの話していいですよっていう、いいの？まあ木下さんはそういう風なことですよね、打つたびにドピュッドピュッと取らせるっていうね。プロゴルファー猿といえば擬音は全部ドピュですからね、打つ時はね。俺さ、さっきそれあの打ち合わせの時に神谷さん言ってて、はいはい、まさかと思って見たら、本当にあれだね、ドピュッって音しかしてない駒があんまないぐらいの勢いで。何言ってんですか、プロゴルファー猿といえば打つ時の擬音は全部ドピュですよ。いや、カコとか、カンとかじゃないんだ。違う、ドピュです。俺ドキャとかのイメージだったんだけど、ドピューなんだよ、ドピューです、プロゴルファー猿は。でもね、これ分かるのはなんすか、ドライバーをうまく触れた時って、猿丸くんで、ドライバーをうまく触れた時はなんかそういう風を切るような音がするんや、それが気持ちいいんや、でドピューなんでしょ。ドピューやでしょ言われたらドピューやほら、それは分かります。だからまずは、ゴルフの話をしたいんだったら、全体的に猿丸くんをちゃんと、勉強してきてください。そしたら、ゴルフの話し放題ですから。ミスター X が気持ち悪いんですよ、ずっと。亀井さんだってプロゴルファー猿詳しいじゃん。詳しいっていうか、まあ、漫画読んでましたからね、ほら、やろう、ミスター X で喋る、僕が、そう、神谷さん、小野さんがプロゴルファー猿で喋るんで、猿で喋るんだったら、神谷さんはミスター X で喋ってもらわないと。いや僕はだってゴルフの話したくねえんだよ別に。いやだからゴルフの話と関係なく、そこはもうコンビだから、猿の話だから、猿丸だから、ミスター X で喋ってもらわないと、まあ、俺は内海健二さんかい？そうだよ、困るよすごい困るね、対極にある声あんな声の人この中にいないんだから内海確かね、いないんだから、あの人しか無理だよそれは、サル君って言ったら全然似てないそれは無理だぜ、もう真っ黒ね、真っ黒の覆面しててね、サングラスかけてその上から見えてんのかっていうね、分かんねえよ、ミスター X の印象なんて、サル君、今日は水泳で勝負だっていう、あの目薬の CM しか覚えてねえあの印象が強くて、なんでだろう、アニメの間で流れてた CM じゃんそれその印象が強くて、いやそうかい、でもほらゴルフって面白いんだよ、だからまあね、猿も含めてな、まあ他にねメールいただいてるんですけど、これは全然違うメールだね、何これ、うわ全然違うメールだけれども、読んでいい、これ何、ラジオネームゆるみつさんからいただきました、神谷さん、小野さんこんばんは、気になることがありメッセージを送らせていただきました、他局の話で申し訳ありません、某 FM 局のお昼の番組を聞いていたら、東大卒の藤田さんというスタッフの方が新しく番組制作に加わったという情報がありました、なんと、もしかして、もしかするとあの東大藤田くんではないかと気になりましたうわ、東大藤田くん今何してんのかな、お二人は東大藤田くんと今でも連絡を取り合っていますかとのことです、うわマジで、これ本物ですだよね、本物です、うわすげえ、文化放送を落ちた藤田くんはですね、その某 FM 局を、受けまして、うっかり取られちゃったんですよ、で今局員なの、社員だから、まだ社員でしょ、だから受かっちゃったんだあいつ、へえ、文化放送はダメだったんだよ、
文化放送ではお前才能ないから無理っていう風になったんだけど、いやあんた官僚になんなさいっていう風にいろいろ言ったんですけれど、もうどうしても FM っていうかラジオ番組に勤めたいと、ラジオ局に勤めたいっていうことで。めでてーじゃん。めでてーのか。めでたい、そう、めでたくないよ多分。FM が合わなかった。才能が一つ失われたぞ。あーそうね、うん、建築関係とか。あいつは頭いいだけど面白くないんだから。ちょ待て、東大に行ってたっていう面白しかないんだから。でも、うん、FM だったらそれ馬があったってことでしょ。あいつタキシロ着てんの、うん、じゃあそうね、半蔵門、そうね、あなたがおっしゃるそのラジオの起源を紐解いていけばだ。うわじゃあもう俺たちとはもうあれじゃん、うん、全く合わないじゃん。じゃあそうだぞ、俺たちのことが見下してるじゃん。うわ俺じゃあうわ東大の藤田さんって言わなきゃいけないじゃんこれからは。 FM 様だ、 FM 様だ、 そう FM だよ、うFM 様だよ。うわいや登ってったね、こっから登り詰めてくるともう喋り方とかも変わってるんじゃない。変わってると思う。はい亀さん言うんじゃん。そうだね、お久しぶりです。はいそれでは曲お聴きくださいってなる、ね、お久しぶりです東大藤田です、それではここで曲お聴きくださいって言われるだろうな。頼んでもねえのにディスクジョッキーするんだろうな。腹立つなそいつ。うわでも別にいいんじゃない FM。うん、いいと思うよ。だって全然面白くないトークを延々してさ曲かければいいだけでしょ。だから藤田君全然面白くないから全然大丈夫です。むしろ向いてんじゃん。でもラジオへの情熱が捨てられなかったってことだよね、うん、それそういうことなのかな。うわマジかよ、いいの昼の番組担当してんだ。しかも昼か、ね、しっかりしなきゃいけない、ね、内田さんが今スタジオに戻ってきましたけど、今 FM ディスリーをしてましたけど大丈夫でしたか。いや、いない間に FM ディスリーをしてたんですけど、 OK 出しちゃダメだよ。 OK ですか、あそうですか、まあ、内田さんの OK が出たんで今のトークは OK です。はい、あそうですか、藤田君元気そうでよかったです、ね、元気そうでよかったね、うん、何よりですよ。生存確認できました、うん、はい全裸が嫌だったのかな。M の引き続き皆様からのツストお待ちしております。続いてはアニメ専門エンタメサイトアニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガル情報です。アニメのミックスでは古川誠さんアーティストデビュー5周年シングル、うん、Place Your Bets 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 が、配信中です、ダウンロードでご応募いただいた方全員に缶バッジやポストカードベッツをプレゼント。どういうもの、ぜひチェックしてください。あこれチェックすべきだ、はい、Bets って言われますから Bets、はい。そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しています。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメのミックスディアガールはスマホからアニメロで検索してください。アクセス待ってます。ニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送 DGS 裏談話室が聞けますよ。さらに今週は過去音源のプロデューサーズカットバージョンとして2009年1月10日放送分も配信。チャンネル登録よろしくね。では一曲お届けしましょう。現在 CD が発売中です。神谷浩史小野大輔で You and Me。 誰かの声が聞きたくてふとつけたラジオ、他の誰かの笑えるエピソード。私もいつかそんな風に今日の一日を受け入れ笑えますように。傷ついた痛みが優しさを教えてくれ。あなたに会いたい、あなたに会いたい。少しずつ少しずつまだ見ぬ自分へ。自分以上に見失いそうになるたび聞こえるおかえり。神谷浩史小野大輔のディアガールストーリーズ。ディアガール談話室、何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーことふつストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネーム夏姫さんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。夏姫のお便り。
七夕の短冊を書くとき、願い事の規模感をつかむのが難しいです。自分の将来の夢など重めの内容を願ってしまうと、織姫と彦星に負担が大きすぎるのではなどと考えてしまいます。七夕にちょうどいい感じの願い事はどれくらいの規模感だと思いますか？わかりました。じゃあちょうどいい距離感の、願い事を短冊に書いて発表していきます。なるほどね。あのタイトルにありましたけれども、大変なんですこれ書くのね。そうね。前はなんかスラスラ書けた気がするんですけれども、書いても書いてもね、やっぱこうお互いこうね、なんとなく横目で見るわけですよ。おお、ちょっとね、相手のやつをチラチラとね、まあまあまあ打ち合わせ室ですと僕と小野くんとね、まあ構成諏訪の3人で書いたりとかしてて、お互いのをチラッと見て、面白くねえな。まあ、面白くねえな、それ。まあ、これ失礼な話ですけど、僕も、あ、うん、じゃつまんねえな。あ、なんか昔は面白いの書けてたのにな、なんかな。なちっちゃい、ちっちゃいなっつって。俺らにはもう欲望がないんだな。あ、そうかもしれん。あ、ちょっと ね、まあ、そんな中頑張って書きましたよ。そう、頑張って書いたのよ、苦戦しながらもね。まずね、まあ、1個目、はい。気ままに旅行してみたい。お、おやおや、ええ。ちょっとなんかいつもと趣向が違いますな。そうなんですよ、なんかいいなと思って、いい、ね、なんか車に乗ってね、とりあえず北の方に向かってみようかななんつって、バーって行ってみてさ。北ですか。そうそう、まあ南でもどっちでもいいんだよ。あ、まあ自分の己の車でさ、なんとなくこう行けるところに行って、まあ今日はこれぐらいまで走れるなと思ったら走ったところまで行って、宿を探して泊まって食い物いい前も食ってさ、次はどこまで行こうかなみたいな。気ままな旅だね。そうそう、そういうなんかこうさ、予定にない旅をさ、あ、してみたいよね。うわ、大人、うん、あ、いいじゃないの。そうそう、予定決めないっていうのは自由よ。そうそう、あとね、人気作品に出たい。おや、急に俗っぽくなったな、うんうん、人気作品出たい、出てんじゃねえか。人気作品出たいね。あと出てんじゃねえか、いろいろ、うん、オーディションに受からないね。あ、それは打ち合わせの時言ってた ね、 ね、来年以降のスケジュールがもうね、真っ白だから気をつけない。もう本当に僕もですよなんつってね。それじゃいかんわけですよ。いかん、いかんのですよ。そうなんですよ、もうね、そういうわけにいかんので、もう頑張って人気作品出ていこうじゃないかと。いいじゃない、ギラギラしてんじゃない。そうそうそう、ちょっとあと健康ね。いつも通り。小野さんどうですか。なんかすごいな、浮き沈み激しいな。僕ですか、うん、僕はもうね、もちろん、はい、ゴルフが上手くなりたいね。つまんないですね。はい、あ、はい、はい、じゃあもう一個、はい、はいはい、ゴルフコースデビュー。つまんないですね。つまんない。これはどうだ。なんだなんだ、はいはい、ディアガールコンペ開催。本当につまんないですね。第1回サルマル君に行って、サルマル君でディアガールコンペ開催や。ちょっと面白いです。テレ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 、ちょっと面白いです。スムージカーセンボー、歌いいです、歌いいです。はい、はい、あとあとは欲望、はい、欲望、はい、GTR 欲しい、ね、車の話ですね、はいはいはい、つまんないやつですね。車の A 級ライセンス、つまんないやつですね。サルマル君でもないし。おのじの刃無限性欲編、これどうですか。ね、それは裏に回します。さあスタッフのやつどうですか。スタッフのやつは、はい。裏のやつがちょい見せしちゃいます、ね、はい、車の運転ができるようになりますように。おやおや、内田さん、僕の夢と重なりましたね。何年か前からなんかこんなこと言ってませんか、内田さんは。ペーパードライバーですもんね。激烈ゴールドドライバーですもんね。ただゴールドドライバーですもんね。ディバイディングドライバーみたいに言いましたけど。空間満曲しちゃいますからね。いや、あれでも乗れる車あんの。だってオープンカーじゃないとダメなんじゃない。まあそうですね、オープンカーね、ね、ね、突き抜けちゃうからね。あとはもうここが開くルーフがあるね、車だったら乗れますからね。あるね、ルーフがある車ね、はい、あそこから首だけ出てんだ、怖えな。マリオカートみたいな、うん、あ、でもいい夢じゃないですか。いい、うん、すぐですよ。 GTR 買いましょうよ ね、 はい、あ、諏訪さんもじゃん、うん、ポルシェマカンの中古車が買えますように。なんで中古車なんだよ。これもまた、これもまた、いや夢なんだから。何身の丈合わせちゃってんのよ。ちょっと中古車って。それは買えよ別に。4万キロぐらい走ってるやつだったら。いや買えよ。ちょうどいいよ。なんとか買えるやつだもん、うん、買えるよそれ。買えばいいじゃん。とってもいい車だけど、なんかな。ちょっともうつまんねえな、もう。つまんねえな。これですよ、これ。ザつまんない、これ。面白くねえな。次。グリーンさんがゲストに来てくれますように、ディレクター横川。ああ、いい夢だね。ね、グリーンの短冊に書いてあります、ちょうどね、うん、グリーンさん何人で来るんですかね。本当だ、ただでさえこの番組ゲストに来て回せないことでおなじみなのに、うん、伸びちゃうんだよね、結局ね。
厳選して2人ぐらい厳選して2人グリぐらいのグリぐらいで、いやいやいや、あ、確かにね、いいの数がね、そうそう、4人を表してからね、そうかそうかそうか聞いてるらしいよ、ヒデさん。本当ですか？いや、ヒデさん。聞かなくて、本当にマジっすか？え、ぜひいらしてください。うん、ありがとうございます。本当に失礼なこと言ってすいません。ラジオなんで本当勘弁してください。うん、はい、楽しみですね、これは。いい願いだよ、でも。本当はいい人なんです、僕ら。言っとかないとね、それはね。はい、お、タムタム来ましたよ。ん、なんだ？大きいね。ホークスが優勝しますように。うん、タブタブってホークスファンだろ？いや、 WBC から野球にハマりましたって。あ、そうなんだ。うん、しい、あ、いいじゃないですか、新しい趣味ができたってことでね。いや、これ夢でかくていいじゃないですか。ホークス女子、うん、ね、ホークス女子、次、クーラーから水が垂れてくるのが治りますようにお手伝い一等。あのね、治るよ。あの、修理詰まってるだけだから、それは治るけど、修理しても治んないんだったらそれはね、うん、何かが原因だね。なんだろうね、怖いよ。何願ってんだよ。そうだね、願うことじゃない。まずはそれはもうね、まずは、はい、治るようにまず電話してね、直してもらってからだ ね、 そ、 だね、それでも水が垂れるんだったらちょっと違うことだね、うん、怖っ。さあ続いて、はい、高垣弟から来てますよ、うん、なんですか、はい、大切な人が欲しい。この筆跡もね、かすれ気味、ね、いいですね、切実な感じしますね。ですよ、これは。いいんじゃないですか、できますよ、大切な人、できます、できます、大丈夫です、大丈夫です、できるできる、多分ね、おそらく続いて、うん、うわー、ちゃんこすごくない。お、ちゃんこから、ちゃんこから来ましたよ、はい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 、ちゃんこすごいよ。すごいの、え、なになになに、船の免許が取れますようにですよ。ちゃんこは、うわ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 、うわ、大きいね、やっぱ車から一つね、スケールが、クルーザーですよ、大きくなってるわ。うわ、ちゃんこどんだけスケールがでかくなってね、タワマン住んでさ、タワマンだね、確かに、クルーザーの免許持ったらあいつどう、女抱き放題じゃん。無理だよ、無理だね。いや、でも加山雄三、うん、梅宮達夫、松方弘樹のレベルよ。おお、そうよ。うわあ、あいつすごいとこ行くな。あいつほんとすげえな。ビッグスターだよ、ビッグスター。あいつ夢あんな、ちゃんこ、うん、やっぱ面白えな。俺らが違うなのか。さすが作家ですよ、うん、あの作家シリーズ、八木橋くんからも来ました。おお、来た。船に行きたい。ああ、マッサージ的なね。あの、これ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 、あの、行きたいの意がカタカナです。次です。収入がめちゃんこ増えますように、竹内。おっと、竹内さん、ね、この年齢のやつはつまんねえんだよ、もうだから。そんなこと言うなよ。それだって切実かもしれないぞ。この年齢のやつはつまんねえんだよ。エクステンド薄木くん、若いよ。若い、これは面白いの期待できる、うん、ミニクーパー所持。これ車です、やっぱり。いや、昨今でもね、車持たなくなってるから、若い子が。うん、なんだよ。確かに、でも、うん、どっちかというとつまんないよね。身の丈合わせてんじゃねえっていう。はい、ということで、ディアレーム夏姫さん、はい、来年からね、これぐらいの距離感で願い事書いてくださいね。ただ、つまんないって言われますけどね。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス。番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイト、ディアガールで配信していきます。今週は小野くんのボイスを配信します。サナさんからリクエストをいただいたこちらのセリフです。ラーは裸のラー。ロゴロード歌ってますね、気持ちいいね、はい、引き続きこのディアボイスではあなたからのリクエスト待ってます。来週は神谷さんのボイスを配信しますよ、お楽しみに。誰かの声が聞きたくて、ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。いやー、もう本当にね、枯れた願いばっかりを書いておるね。今年すごいね、本当やばいんですけども。ただね、皆さんね、我々ね、裏談話室ってものがあるんですよ。やってますな。そうなんです、はいはいはい、むしろそっちが本編ぐらいの勢いでね、欲望の限りのネタを書いてますんで、珠玉のネタをね、おーおーおー、そっちにあのご期待くださいよ。驚くぞ、
もうちょい見せしちゃいましたけれどもね。ちょっとね、おのじの刃がね、見えちゃいましたけど、あんなものはもう大したことないぐらいのレベルで、裏談話室の方はもうバキバキに超面白願いを次から次へと願ってますんで、そちらの方をお楽しみに待ってください。よろしくお願いします。大丈夫かな。皆さんからのメッセージをお待ちしております。おはがきの次はこちら、郵便番号105-8000に文化放送、神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ、それぞれの仮です。メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net dgs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そしてアニメのミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。写真が見られます。さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送、これですよ、 DGS 裏談話室が聞けます。そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています。ということで、ここまでのストーリーテラーは神谷博士と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第849話に続く。この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。